ちらのね、可愛いジラピケちゃんの鏡もプレゼントでいただいてるね。こうやって使えるやつね、可愛い。これも可愛いんですよ。いっぱい鏡をもらってます。見て、あとはアーニャ、アーニャ。今あとこれはなんか展示会の時にいただいたカルナム鏡です。で、あとはこれは十四松、私の鏡紹介。この机の上にさ、いっぱい鏡置いちゃってるんだよね。そうって感じかな。じゃーん、感じです。今日はハーフツインだよ。 TikTok を今日撮影したの。今日撮って今日出しました、 TikTok。 なんかここの前髪がおかしい。こっちか、こっちだな。あ、普通に大好きだって。あ、追加開催分買いました。だって多分ラス1でした。初め会いに行くね、嬉しい、ありがとう。みんな先生プレゼント送りたいけど迷っちゃう。くれたじゃない、入浴剤大好き、あの入浴剤ありがとう。あ、ワンショット当たりました。あ、 TikTok かわいい、だってありがとう、かわいい。めぐたん、私から追加なんとかして。で、あれまた、でもそうですよね、 SNS でも、まあ、また撮れなかったよっていう方もいらっしゃって、本当ありがとうございます。追加で撮れたって方もいるし、いけるってなった方もいるし、ちょっとここ最近さ、ショールームできてなくてごめんね。ショールームなんかちょっといろいろ疲れちゃって、する余裕がなかった追加分もでも完売でありがとうございます。みんななんとか、今更だけどメグメール撮ったよ、ありがとう。追加取れた。GU のシナモンパーカー持ってないです。申し込んだ瞬間完売になった。残念。うわーすごい、なんかお城の陽一さん、陽一さんタワーありがとう。インナーカラー、いや、インナーカラーをそもそもしてないです。私は巻いたりとかしてない。お渡し会はプレゼントボックスみたいなのがあるそうです。そこでプレゼントいただけたら嬉しいなと思ってます。期間限定タワーやん、だってね、嬉しい、ありがとう。私今日ショールーム始める前にメール送ったんですけど、みんな届いてるかな。 TikTok 毎日更新してくれてありがとう。もちろんだよ。今日は TikTok 撮るためだけにメイクしました。明日アフタートーク行きます。うちは持ってっていいのかなって。あれって有観客なんですか、劇場で明日やるやつ。メール来たようで、あ、よかった。明日武道館コンサートのアフタートーク配信みたいなのがあるんですけど、抽選で当たった人は見に行ける。あ、そうなんだ。抽選で当たった人は見に行ける感じだって。知らなかった。
ああ、武道館で抽選。ああ、なるほど。あ、うちはもちろん、もう嬉しいです。うちわとか持ってきてくれたら。知らなかった。ああ、武道館コンサートの VR の抽選みたいなコーナーで当たった人だって。なるほど、なるほど。なるほどですね。ありがとう。武道館で当たった猛者しか。機会があるトムさんと TikTok を撮ったしよ。トムさん会えるかな？いつの、なんかトムさんいつ会えるか分かんないけど、会えたらちょっと誘ってみます。ありがとう、シナモンの。ありがとう。髪が高い。そう、今日は TikTok 撮るためにメイクも髪の毛も頑張りました。狭きもんだね。だってさ、めぐちゃん、うちの娘の中学の先輩、誰だろう、めっちゃ気になる。 ありがとうございます。めっちゃ恥ずかしい。 超恥ずい。ハッピーハロウィン、ありがとう。 今日何恋公演見てきました。あー、さほさんとゆりちゃんのやつね、楽しそう。明日は公演終わりにその武道館の配信がある感じなんですか？明日は何公演なんですか？ TikTok が良かった、ありがとう。 TikTok で撮ったのと同じお洋服にした。今日は本当はね、普通の T シャツ着てたんですけど、せめて髪の毛もメイクもね、せっかく可愛くしてるから、もう配信の時お洋服も可愛くしとこうって思って、上だけ着替えた。下は着替えてないけど。明日は B だ。B なんだ。花道楽しかったね。パフィーさん、そう。やばなハートがしびれる。あ、楽しかったね。またいっぱいそういうのね。あとコメントであれだったな、ノイミーちゃんのサマーチョコレート踊ってほしいっていうのがあったので、あ、パステルなお洋服着た時にしようかな。ちょっとまだ振り付け覚えてない。また覚えようって思って。そう、サマーチョコレートは絶対取るよ。コメントでリクエストがあったので。あと、私の一番可愛いところに気づいてる。衣装着てる時に撮る方がいいですよね。可愛いからね。私魔法使いって何？知らないな。私魔法使い見たことないな、TikTok。やってほしいなったらコメントする。だって。あ、大好き、の意味。イコラブちゃんの、そうだ、最近ノイミーちゃん結構聞いてるけど、イコラブちゃんはあんまり聞けてなかったので、聞かなきゃって思って。今何が流行ってるんだろうな。まあ、フォロワースタリスク大好きなんだよね。あとチョコレートメランコリーがめっちゃ好き。チャララララララチャララララララチャチスちゃん、チスちゃん、タワーありがとう。プププププ。
あと何がいいですか？ TikTok。あ、TikTok の自己紹介のとこ、あ、何も書いてないね。私あれか、なんか書き方わかんなくて何も書いてない。放置してた、ずっと。やんなきゃ。なんて書こう。AKB48 の谷口めぐですって感じで、なんかまあ書いときます。新曲1枚だけなんだけど、初回版買ってめぐちゃんとのお話し会応募した、奇跡的に当たれー、だって。うん、ありがとう、嬉しい。右下の矢印のところをから拡散してくれたら嬉しいなと思ってます。まだね、初めてなので TikTok がまだいっぱいの人に見てもらえるように頑張んなきゃ。とりあえず今はとにかく毎日投稿を一生懸命頑張ってます。お化け、そう、これもやらなきゃね。たくさん頑張るね。だってありがとう。ちょっと携帯充電しとこう。よし。で、セラフィムの新曲、あ、めっちゃいいよね。でもあれダンスむずそう。あちちちちだらららあちちちちちゃらららたらたらしゃらららら。チャラララララ投手チャラララララチャチャラやってあいつねチャ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 クマ、あ、京都正広さんタワーありがとう。クマタワーありがとう。わ、ツインテンサイだってありがとう。すごい、ツインテールで天才って言われる世界は優しいですね。嬉しい、ありがとうございます。まあ毎日投稿しようって頑張ってます。チャラララララライオン、チャラララララサイヤールールファイヤーララララルル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 
ずっと聴いてるルセラフィームだ。踊る系もやりたいよね。ちょっとレッスン場とか行って撮ってみようかな。来月の私会だ。ありがとう。マスカラ、ああこうやってやってるやつね。あれもいいよね。なんかちゃんと衣装着てる時に撮った方がいいのかな。やっぱり可愛いですよね。キツネダンス、チャ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 。明日大事な試験あるから、めぐちゃんの大丈夫だよください。大丈夫だよー。チャラチャラチャチャラチャラチャラチャチャラ。あと何だろう、今何が流行ってるかな。ナタナナクッキーチャ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 ダダ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 みたいなの流行ってるよね。TikTok 皆さんたくさん拡散してください。私も毎日投稿を頑張ります。13歳でめぐちゃん知って、今日で20歳になりました。ここまで支えてくれてありがとう。7年
すごい、おめでとう、誕生日おめでとう。すごい、7年間もありがとう、嬉しい、ありがとう。そう、 TikTok を始めたのよ最近。頑張ってます。 TikTok のためにワンマンスのカラコンを買いました。1ヶ月の、いつも私ワンデーのカラコンを使ってポイって捨ててるんですけど、仕事終わったら。1ヶ月のやつなので、そう、あのお家で TikTok 撮ろうって思った時にピュッてカラコンつけれるからいいですよね。今日はねちょっとメイクをピンク引き絵にしてみた。かわいいね。踊ってほしい曲リクエストするね、ありがとう。アミちゃんワンデーのカラコン4日ぐらい使うの？大丈夫な？すごいね。私がピンクメイクをするのは結構珍しいんじゃないかしら。こっちのまつげはいい感じ。アイラインもね、目尻側ちょっとピンクっていうか紫、なんだろう、黒とかじゃないやつにした。まつげいいね。もうカラコンは取りました、目が疲れちゃったのでめっちゃ、いつもアイラインうまくて偉いだって、ありがとう、ありがとう、褒めてくれた。ちなみに今日はこれね、ラブライナーを使ったよ。何色だこれ、ちょっと何色かわからないんですけど、ラブライナーのこちらを使いました。ピンク、かわいい。普段メイク何分？15分から30分かな。カラコンは度なしです。目はいいので。アニメのコスプレは内緒です。あえて言わないでおこうって思ってる。当日まで見てんの。めぐたん大好きだって、ピンクメイクに合ってる、ありがとう。今日はチークもいつもより濃いめにした。でもこれリングライトだ、あ、離れるとチークが濃いの分かるかな、な感じです。視力は 1.5 1.2。見たらすぐ分かるっていうよりもね、ちょっとコアなやつかもしれないけど、まあでもそう、とりあえず可愛い女の子のコスプレをするので、ぜひ楽しみにしていてください。視力いいのに、そう、私目はいいのだけど、この三白眼な目が嫌でカラコンつけてる。今日私何分からショールーム配信したっけ？吉田あかりちゃんのカラコンいいよ。使ってみます。使ったことない。指原さんのカラコンは使ったことあるけど。使ってみよう。5分か。
じゃあ35分まで配信しようかな。ありがとうありがとう。ねえ聞いてください。あ、三拍が大人っぽくて素敵だってありがとう。だけど私はショールームとかね、こういう時はまあさ裸眼でもまあいっかって思えるけどさ、やっぱり仕事の時とか衣装を着る時ってなるとやっぱカラコンしてた方が目がキュロキュロってなって可愛くなるからつけてる。さくらさんのカラコンもめっちゃ愛用してます。ダズルベージュっていうカラーをよく愛用してますね。あれめっちゃね、なんか目が色素が発色がいいので綺麗に見えますね。お気に入りです。時間決めてくれるのいつも助かる。お風呂のタイミング決めれるし、だってありがとう。明日大丸行きます、だってありがとう。17期で連絡先交換したメンバーはいないです。人見知りなんでまだそこまで話しかけられたことない。あ、自分が話しかけたことない。緊張しちゃう。でもみんな可愛いよね。写真集見ましたってまだまだ皆さんの手元に行ってないんですけど、早すぎない？絶対嘘でしょ。まだ販売されてないです。愛ちゃんが写真集早く欲しい、うん、ありがとう。カラコン目乾くよね。配信終わったらお話し会の抽選するんだけど、どこ？うん、左から2番目。それで外れたらごめんね。きょんちゃんは写真集欲しいって言ってた。ありがとう。カラコンよくずれるってね。ほんと合わないやつほんとずれますよね。リッキー、きょんしー、きょんしー、くまたはありがとう。今日の下まぶたのラメ、今日の下まぶたのラメ、もうこれ限定品のやつなんだよね。 RMK のめっちゃ限定品。このピンク、薄ピンクみたいなやつです。ヤクルト勝ったぞ、だって。おめでとう。いや今日はね本当に私体力使ったんですよ。まず起きてすぐお部屋のねこのカーペットを干しました。で干してからまあご飯食べて、お昼ご飯食べて皮膚科行って、で帰りにそのコスプレで必要なメイク道具を買って帰ってきたの。チャリで爆走していきました。あ、そうだ、あとお部屋のお掃除機をね床でこうやって掃除頑張りましたね。掃除機でそれ終わってちょっと休憩して、で TikTok 撮るためにお化粧してメイドさんのお洋服に着替えて TikTok を頑張って撮りました。そう、
まあでも私がしようと思ったコスプレは基本私の持ってるお化粧品でできそうだなって思ったので、もう本当にもう部分のもう一部のやつだけ買いましたね。めっちゃ活動的だよ今日。もう今までのメグとは大違い本当に。あでもね、あと今日か昨日かどっちか忘れちゃったけど、久しぶりにねファッションショー買ってきた。ビビを買ったんだけど、あのエスパちゃんが表紙のやつね、もう可愛すぎてたまげた。エスパちゃんのシールがもらえるの、それをね買って帰ってきて、で雑誌読んでた。ああ今年はこういうお洋服が流行るんやなって思いながら楽しくビビを読んでた。エクタン本当前向きになったよね。そうね、そうなったわ。エクちゃんそんでたまげた、たまげたよ、もうたまげ。エクちゃん秋服プレゼントみんなありがとう。男の場合もエスパのステッカー欲しくてビビ買いました。だって、嬉しい、ありがとう。今度私も友達に見せてもらう予定だって。かわいい、そうかわいい、そうお疲れ様。私もねビビ、その2と親指、そうアームウォーマー、流行りのアームウォーマーでございます。かわいいね、こういうのが流行ってるんだってさ。今ワクチン4回目接種してきて、えらい。まだ私はワクチンは3回しか打ってないです。でも3回打ってただけでもえらいんじゃないかな。そういうの好きだって。アームウォーマーって流行りだって。あとレッグウォーマーもね流行りだって。メグコーデ見て勉強してましたって。嬉しい、ありがとう、ありがとう、嬉しいな。秋服もたくさん可愛いお洋服を着るぞ。お、35分になったかな。じゃあそろそろキリがいいのでショールーム終わりますね。昨日のメグコーデが好きすぎたってね。またメグコーデもたくさん載せていけるように頑張ります。じゃあね、ランキング発表するよ。お、間違えた。はい、13位シュウさん、ありがとう。で12位がトシさん、ありがとう。そして11位が愛知のいちご、ありがとう。そして10位がポンコツ公務員、ありがとう。そして9位が道路隊員、ありがとう。そして8位が強しさん、ありがとう。そして7位がゆきたん、ありがとう。そして6位が愛知のメロン、ありがとう。そして5位がカティちゃん、ありがとう。そして4位がチスちゃん、ありがとう。そして3位がリッキー、ありがとう。そして2位が京都正弘さん、ありがとう。そして1位が陽一さんです、ありがとう。じゃあスクショタイムをして終わろう。なんかミサミサみたいだね今日。話か会話得意じゃない人でメクさん大好きな気持ちは伝えたい、伝えてほしいから頑張ります、ありがとう。はい、今日もショールーム見てくださった皆さんありがとうございました。明日は
アフタートーク配信があるので、そちらをぜひ見てください。バイバーイ、またね、ありがとうございました。おやすみ。